特内パス特内パスは東日本旅客鉄道の鉄道路線の内東京特内が乗り降り自由となる特別規格乗車券である。本項目では2013年まで発売されていた特内フリーキップ、特内臨海フリーキップ等についても併記する。特内パス英語版特内、パス自動券売機発券特内パスは JR 東日本線の東京特内の普通車、 自由席が1日中乗り放題となる乗車券である。JR 東日本の東京都区内各駅で発売する。緑の窓口指定席券売機では英語表記の発見も可能である。特内フリーキップは特内パスの機能に初駅からの一往復の割引乗車券機能が加わったもので、特内を除く東京駅からおよそ 50km 圏内の 電車特定区間内に初駅設定されていた。特内臨海フリーキップは東京駅から51の 100km 程度に初駅設定され、1往復の割引乗車券機能と JR 東日本線東京特内東京臨海高速鉄道臨海線前線と東京モノレール羽田空港線の一部区間が2日間乗り放題となる乗車券であった。 いずれも求心力の強い東京へ、日帰りできる地域に設定されており、一度購入すれば、住み、国内で何度下車しても運賃が変わらないその利便性、経済性から、東京への通勤、通学定期券を持たない人々に多用されてきた。国内フリー、特内臨海と、その派生乗車券は2013年に全廃された。国内パスの価格は760円である。 そのため、片道380円を超える、駅間を単純に往復する場合も、特内パスを購入した方が安い上に23区内、他駅にも立ち寄れる点で有利である。例えば、品川駅西尾木久保駅、池袋駅蒲田駅、渋谷駅小岩駅など、2019年9月1日発売分から、交通系、IC カードのスイカにも搭載できるようになった。 2019年10月1日乗車分から価格が改定され、同時に新幹線は特急券を追加しても利用できなくなった。1990年頃の特内フリー乗車券、東京自由乗車券もともと、東京23区内の国鉄線、JR 線は利用者の多い区間である。そこで、この区間内を観光。 仕事などで1日中頻繁に利用する人の便を測るために東京都区内を1日乗り放題とするフリー乗車券を設定した。かつては、特内以外の駅でも特内パスを購入することも可能であったが、後に不可能となった。そのうち、主に東京都区内及びその周辺、概ね国電区間電車特定区間とされる、 東京駅より 50km 程度の地域については、国電フリーキップ、国内フリーキップの名称で、販売され、有効範囲も概ね東京都区内総合内市は、出発地東京都区内間の往復となっていたが、2013年3月31日利用分を持って、発売を終了した。東京駅より 51km 以上の区間については東京山手線内が、 東京電管区間と称された1944年より1980年代前半まで、東京山手線内を一つの発着駅とした、普通乗車券を発行したことなどから、その代替を兼ね、東京山手線内及び付随する東北本線、田畑駅赤羽駅間及び、小久駅、赤羽線各駅、総武本線東京駅錦市町駅間、 秋葉原駅錦糸町駅間を自由乗車区間とする東京自由乗車券が発行されていた。また、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線や L 特急として特別急行列車が頻繁に運行されていた、房総地区や常磐線などでは急切符などにより、東京山手線内を目的地とする乗車券と自由席特急券をセットした。 特別企画乗車券で対応がなされていた。これら2点を整理、統合し、フリー区間を拡張したものとして2006年3月18日から、特内、臨海フリーキップ、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線仕様のものについては、新幹線特内、臨海フリーキップとした。特内、臨海フリーキップでは、当初は、常磐線については、 設定がなされなかったが、2007年1月15日より発行が開始された。このほか往復に特急が利用できるものもある。なお、新幹線特内、臨海フリー切符は2010年3月11日、出発分、特内、臨海フリー切符は2013年3月31日、利用開始分をもって、いずれも廃止になった。また、 東海旅客鉄道東海道新幹線からは、小田原駅、熱海駅発着で、東京自由乗車券と同じフリー区間を設定していた、小玉東京フリーキップを発売していたが、2009年7月16日利用分から、小玉特内臨海フリーキップに切り替わった。JR 東日本発売のフリーキップ類の廃止後も、残存していたが、2013年7月31日、 利用開始分をもって発売終了した。東京都区内及び吉祥寺駅総合では均一回数乗車券である東京都区内均一回数券も発行されていたが、これについては東京山手線内総合を発見、有効範囲とする均一回数乗車券である東京、山手線内均一回数券とともに2000年1月31日を最後に発行を終了、廃止している。 ありがとうございます。